はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。ニアオートマータ続きやっていきたいと思います。で、本日はなんだこの人、変な男レジスタンス、この頭部は素晴らしいよ。このパーツを装着していると見えるんだ、世界が見える。質問を投げかけてくれ。融合炉、さあそうだよな。メールを読むのが不便。まあいいや、何にもない、もういい、どうでもいいや。おお、質問する人が2人に増えました。まあそれはさておき、チラチラ見えておりますが、あ、また間違えちゃった。ドーン別ゲートボタンを間違えちゃうんですけど、ですね、ちょっと強化しました。いらないものを売ってですね、右上見てください。ストレージ使用量、128分の127になってます。あの3万のやつね、すでに買いまして、装備中のチップが今こんな感じ。まあこれが完成形ってわけじゃないんですけど、今現在こんな感じってことですね。速度アップをね、もっとアップしていくと1個になるかなって感じなんですけど、これ今3つ使ってますけどね。あとドロップ率アップも2つ使ってます。で、オートアイテムがプラス2になってますね。まあそんな感じかな。ということで、本日のメニューはどうしたらいいですか。クエスト。これがね、まだ続いてたっていうのがね、びっくりですね。まあ、どっかで済むんでしょう。で、砂漠へね、行こうかと思ってて、これも砂漠になんかあるっていうし、ファンがいるの、砂漠に。ジャッカスの研究、うん、あ、倉庫場行ってみますか、近いから。ちょっとあれクリアしたいしね。でね、ちょっと発色がね、良くなってると思います。今までね、明るすぎちゃいましたね。明るさを調整しましたんで、割と正規の明るさになってると思います。よし、下降りるかな。あ、待った待った、なんかあった。降りれない。よし、じゃあ行きますか。この人だっけ。仕方ないな。よろしくね。行きましょう。移送用の荷物と思われるオブジェクトをマーク。って言っても、これじゃ運び出せないな。ここからこう行けるっていうのはこの前分かんなかった。まずは通れる状態にしないとダメですね。毎度思うけど、ナインエースお前も手伝えよ。見てないで。 2B が重そうじゃないか。
でまあここまで来ればあの宝箱取れんですけど、ちょっとだけ工夫して右下を取りに行きたい。あ、まあ大したもんじゃないですね。大したもんじゃなかった。だから 9S 手伝ってるようなふりだけしてるだろうお前。よし来ました。なかなかむずいのよね。これで移送用の荷物は全部集まりましたね。オッケー。来たよ。外に出る。ムービーになったかな。そんなことなかった。適当に置きすぎです。お、何がもらえる。行動回避ん？回避行動距離アップ終わり。さらにレベルアップしたものがあるってわけじゃないのか。よし、じゃあ砂漠方面に行きたいと思います。そうだ、この部屋にもなんかあんだよね多分。ほら何回でも取れるんで、こう美味しいですね。しかも回復台で、まずはクイックセーブしておいて、でね、砂漠ね、ここ行こうかなと思います。砂漠地帯中央で、こことここがあるので両方行きたいかなと。メールボックスはなし。砂漠中央、ここだね。通信ですみません。話は聞きました。迷子を探してくださっているそうですね。私からもお願いします。どうか早く見つけてやってください。あれは姉思いのいい子なんです。おそらくあの子は砂漠地帯にいるかと思います。その付近にあの子の姉が必要としているパーツ、へこんだ金属板があるので。わかった。ありがとうございます。二人とも。どうかお気をつけて。なんとパスカルから通信があるとは思わなかった。で、どっちだ。こっちが迷子か。こっちのが近いですね。よくわかんない。こっちをまず行くか。こっちですかね。
じゃあなんだ、多分別なクエだと思うんですけどね。お、なんかあった、難しいぞ。敵がいるんじゃないんですか。この辺でしょ、なんかあった。古い仮面、え、この赤いところにどこに何があるんだ。あの黒いやつか。なんだこれ、なんかあった。あ、ポットじゃないか。ポット、推測、所有者が何らかの理由でセーフモード状態で投棄。投棄、どんな事情で捨てたんだろう。再起動して使えるようだったら私を管理者に上書きできるか試してみて。え、起動確認、アクセス成功、所有者の上書き登録成功、特殊兵装が使用可能。ポット切り替え、ミサイル装備、ポット C、 ポット A で、ポット B っていうのはないんですか。ミサイルだって。あ、でこれは赤い印はもう消しときましょう。でここだね、ここにマーカー設置してそっち行こう。だって見つかるといいな、迷子だからね。なかなかこのコントロールがむずいのよこれは。滑っちゃってるんでね。さてこの辺だ。まずは印を消すか。あれは、あ、これか、これか。もしもし、君はもしかしてここにパーツを探しに来たロボット。妹って割には結構大きかったですね。じゃあ、あとはこの子をパスカルの村まで連れていくだけ。でも、どうしてこんなところをさまよってたの？分かった、泣かなくていいから。あ、泣かないで。あ、同じこと言ってる。それでパーツは見つかったの？そうだね、けど君が無事に戻ったらもっと喜ぶと思うよ。なんだ、一緒に行かなきゃいけない系これ、もしかして。
それっぽいな。どうしてそんなことまでできたの？降水量の減少のせいで植生が失われて、それに従って土壌が変化し。土壌って何？ああ、土壌っていうのは地面にある土のことだよ。土ってすごいんだね。何？敵？またポットがダメだ。この子ヒットポイントあんのか。お、間違えて倒さないようにしないとな。戦闘もあんのか。さっさと行っちゃうしな。それは気温や気圧の変化が、っていうか確かに風ってどこから吹いてくるんでしょうか。哲学的な問いでもありますね。ね、ドゥビ。私に聞かない。面白い。うわ、マジかよ。突然出てきやがった。うわー、ジャンプ。おお。あ、コマーダいる。確かね、ヒットポイント回復を入れたような気がするんですね。プラス1ってずっと言ってますよね。それは、あ、いや、機械生命体もアンドロイドも子供は作ることはできなくて。子供はどうやって作るの？トゥービー。そんな声で言われても私は助けられない。早く行こう。ほら、お姉さん待ってるよ。子供はどうやって作るのでしょうか。私も分かりませんが。おっと、うっそ。じゃあ修理にしよう。これは仲間になった。わあ、離れろ。やばい、これはやばい、やばい、やばい。危なかったぞ。オッケーですか。ポイント分かんないね、どのぐらい余ってるのか。ミサイルは使いにくいですね。なんかさっきうまく使えなかったな。使い方を覚えないといけないですね。しかし結構距離あるよ、あそこまで戻るの。さてと、何をしたいか分かりますね。表紙ですよ、表紙。マップが消えるの待ってます。 OK。 まあいいかな、こんな感じで。ここまで来れば、もう大丈夫。あれ、本当？一人で帰れるよ。案内して
あ、なんかもらえました。ピンクリボン。おお、あ、ピンクリボン、この子もしてるね。なんと、そして動けなくなった。どうするナインエース。なんだかどっと疲れました。確かに。よし、あ、動けるようになった。さてと、クエスト、無事に帰れたんだろうかっていうのがあるね。で、これがどこなんだ。砂漠地帯にもサルトルのファンがいる。どこにいるんですかね。ちょっと敵に遭遇するようにしないとダメかな。でもって今やりたいのはですね、これかな。実はですね、ポットのあの内容をね、変えるスキンを持ってます。あと被り物、バルブ、左目、右目、両目。例えば両目装備するとですね、こんなになります。バルブの目。ただあんま気に入らないので、せっかく持ってるんですけど、使ってないんですけどね。あれ、一回元に戻っちゃうんですかね。で、ピンクリボンだったらつけてもいいかなと。あ、可愛らしくなったじゃないですか、あの 2B さんが。で、この辺になんかいる、赤いのが。そこちょっと行ってみましょう。がいたとはね。あ、まだいる。なんかこの辺赤くなってたけど、別に関係ないの。あんなとこ行けないんじゃない、こっちから。まだいる、どっかに。え、こんなとこ登れんの。これ以上はいけないっぽい。諦めよう。さて、どこにいるのかな。マップだな。あそこになんか敵がいる。あとは
かな。他に砂漠地帯に変なとこないもんね。マンモス団地でしょここは。サルトルの憂鬱っていうのはなんだっけ。おう、砂漠地帯ってマンモス団地のことなのか。まあいいや、あそこをとりあえずやっつけよう。なんか宝箱あるんじゃないですか。いた。ですか。時々こけるよね。あ、これは今開かないやつじゃん。もうちょっとうろうろしてみるか。しゃあない。なんか敵がいる。わあ、なんか倒れてるぞ。あぶねえ。こんなとこで死んだのか。一応仲間にはしてみましたけど。わ、なんか武器持ってる。知らない武器を持っているぞ。敵はいてもそのあれですね。何ですか。サルトルのなんとかっていうのはやっぱりマンモス地帯のことなのかな。ちょっと経験値稼ぎがてら遊んでますけど。こっちにもいるぞ。強かないですね、敵としては。で、何に向かってるかっていうと、セーブポイントに向かってます。で、マンモス団地の方にサルトルのなんとかってあるので、そこへちょっと行ってみようかなと思ってるんですけどね。とりあえずクイックセーブで
こっか。多分そこが砂漠地帯のって意味だと思うんだけどな。砂漠地帯っていうとこ行ってマンモス団地があったような気がするんですよね。ほら、ちょっと待って。そもの、あ、この子か、この子だ。ちょっと滑んないで歩いてほしいんですけど、うわむずいな、滑んないでほしいんですけど、よし、恋するロボ。匂いでわかる。研究心旺盛で情熱的で素敵な人、私の憧れ。男に騙されそうなタイプ。世界の化石、あ、間違えた。渡したらまたここ戻ってくるのかな。なんだここ、奥様連中がいるとこなんですかね。まあいいや、サルトルのとこ行きましょう。じゃあここまで止まってくれ、止まってくれ。パスカルの村、とりあえずサルトのとこ行ってみましょう。かなりの人気者ですよね、サルトルはね。まあ一種の宗教じみたもんなのかな。まあ哲学だから似たような感じではありますよね。あ、いいっすね、この木、ピンクのリボン。これは何？サルトルさんに会いに行って、すべてのものは必要がないのだ。この場所もこの村も、そして私も。ふむ、なるほど。何の役にも立たないな。役に立たないガラクタだしね。それでいいのか。あれ、もしかしてこれ戻るっていうクエかな。サルトルの憂鬱、マンモス団地、あー、さっきのとこだよね。これじゃなくて、
あった。もう一個ここだ。じゃあとりあえずマンモス団地の方だけ終わらせますか。これしがみついてくれ。転送マンモス団地報告に行かないとダメっぽいんでね。できっとまた喜ぶんでしょうね。ガラクタって言われたにもかかわらず。よし行こうじゃ。またそこになると走り始めるな。なんというサディスティックなプレイ。なんだ。もう話してもしょうがないのかな。うまく話せないんだよね。走っちゃうから。抜けがけ許さないわよ。まあいいや帰ろう。ということでですね、今回この辺で終わりにしたいと思います。まあ妹を救ったということでよしとしましょう。サルトルの憂鬱ももう一個あるので、そっちの方もやっていきたいからな。一人のファンからもう終わりましたからね。あと遊園地の方、廃墟の方のサルトルファンにもう一回あってってやつですね。でパスカルの村、あここ行っちゃった方がいいか。どこにいたんですかね。パスカルの村にだけ行くか。じゃあ中途半端になっちゃうから、終わらそうと思いましたが、なんだかんだ1話1話が長くなっちゃって申し訳ないですね。結構面白いですねこのゲームね。今お使い的なことやってますけど、どこだろう、どこにいると思いますか皆さん。下行ってみるか。確か下で受けたような、あ、やっぱそうだ、下が赤くなってますね。下で受けたような気がしたんですよね。これだ。妹の方が大きいじゃないですか。簡単の具合良くなったのか。お、レベルアップした。水色のリボン、おお。なるほど、水色のリボンか。ちょっとしてみようか。横になった。ピンクと違って。あ、本当だ。後ろ見てください。水色とピンク。ちょっと違いますね。表紙こっちの方がいいかな。はい。
2B の動きを見ています。まあいいや、ということでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。まあ次回もサブクエかな、ちょっとサブクエが溜まってるのでそっちをね、こなしながら先へ進みたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。